しびれるキスを儚い泣かないポジティブスタイルに賛美歌十字架神様ライトハンドトラブル巻き起こすチャンピオン願いを入れずにゲイダムのコンパネル裸足の夢突き刺して運命に逆らう私はバニーちゃん
ずっとこれまで見てくれてた人も、最後のジュリアのマリー一生懸命やります。最後までよろしく。Bye.
私
私が一番このライブで何本かやってきて、あんなにピチピチでいいのかなと思ったのはおんちゃんの衣装です。こんなんで足は上がるの？おんちゃんってすごいね。イエーイ。気持ちいい。 Thank you。 よかった、それが聞けてすごい嬉しいよ。今日ゆっくり眠れる私も、うん、おんちゃんの東京がね。でも今日はほら札幌で見てる人とか仙台で見てる人、そうなんだよね。今日はここにこんなに5万何千人も来てくれてんだけど、今日はこれを仙台、大阪、福岡、札幌の ZEP で中継されていて、見てるんだよな、見てるんですよ。見てるか？盛り上がってるか？どこ見ていいか分かんねえぞ。そうね、そうそう。でね、今日やり始めて楽しいって言ってたのがこの子、五十嵐孝太。こんばんは。俺も叫ばせてくれる？愛し合ってるか？気持ちいい。なんか昔の熱血ドラマみたいな感じだった。確かに確かに。すごいわ、今なんか時代がこうふわーってワープしたわ。なんか陣内さんっぽいよね。うん、陣内さん、もしくは熱中時代ね。あ、うん、こういう感じかな。今日ネクタイだから、この人何を勘違いしたのかね。もうミシェルがエレファントかっちゅうのって。先生なの？先生か、ネクタイスーツで。先生なの？先生なの？熱血。あ、熱血先生なんだ。もう先生って呼ばれてるよ。もうなんつっていいかわかんねえ、それが。まあ今回はね、なんか拓也がね、いろいろワープを作ってから入院したりとかして、かなり病弱なミュージシャンやってんですけど、もう大丈夫なんですか？またなんかここ手術したとか言ってなかった？大丈夫？いや、なんとかなんとか、ね、うん。大変よ、ほんと。大丈夫？うん、大丈夫。ほら、大丈夫かって。
君も大丈夫かってね、人の心配する前にね、うんね、もう気合なんだよ、うん、気合で頑張ってよ、タッコ。いやけど、うん、今日は本当なんか全然違うね。違う？うん、そう？なんで？いや、なんとなく。なんで？なんで？いやいやいや、君だけじゃないか？大丈夫か？うん、全然普通よ。結構グッときてます。私なんてお尻かいちゃうもんね、かゆくてね。まあそんなことはいいんだけど、今回ねワープを、作ってツアーに出たんだけど、今回すごいワープ作るのにプロデュースもやってめちゃめちゃ頑張ったタクヤに拍手を。もう入院までするぐらいだからね。そんでね、今回ワープの中でも私あの CM とかでもう歌っちゃって、時々テレビで見たりすると恥ずかしいんだけど、そのワープの中でもすごく好きなコウタさんの曲なんだけど、それをやります。聴いてください。夢に似たあの人に
Thank you.
だんだん暑くなってきた？もっともっともっと行きたい？服も脱いじゃっていいんだよ。ジュディ・アンド・マリ、今までいろいろツアーやってきたんだけど、このツアーは一番曲数が多い。
そうだ、今日は、ジュディアンヌ・マリーこの4人の他にこのステージにとっても大事な人が一人いました、マニピュレーター渡辺信孝、拍手。イエイ、ナベちゃん。はい、そしてもう最後だから一緒に記念撮影でもしとく？お客さんと東京ドームベイビーと。じゃあキャメラマン長峰、ちょっと会場の照明をさ、これ松本さん明るくできる？今全部できないのかな、もしかして。松本ちょっとコオロギピン消して、ピン、あ、オッケー、オッケー、これだ。じゃあ今日みんなピースしてね、いい？せーの、ピース。One more time。次もピースでね。すごいね。最後まで気合入れていくぞ。